一番最初に読んだのはですね、私2014年なんですよ。で、これは、ちょっと別の出版社さんから、ベストセラーの書評を書いてほしいって、頼まれました。それで渡されたのが、嫌われる勇気。私は、もう勝手に、青本って、こう、呼ばせてもらってるんですけど、私にとっての、こう、もう魂の、バイブル青本との出会いは、そういう意味では、取材で、読んでくださいって渡された、2014年が、最初の出会いです。今までずっと、悩んでたんですよ。悩んでいて、会社は2005年に、創業しました。そして、2014年に、日本の大学が作ったベンチャー企業を今、2005年から2500社、日本の大学はベンチャー企業を作ってきたんですけれども、その中で、僕らが初めて、2014年の12月3日に、東証一部に上場しました。で、仕事は非常にうまくいってたんですけれども、一方で、株主との、対応であったり、あと会社の仲間も増えてきてですね、人間関係、その大きい会社を運営するのは大変だなっていうことを、誰にもベンチャーの社長って相談できないし教えてもらえないんですよね。で、そんな中、その2014年にこう出会って、なんて言ったらいいんでしょうね。本当に霧が晴れるような、そんな気持ちになりましたね。迷った時に、より大きな、共同体のためになることをすべきだっていうのを、アドラーと岸見先生が本の中で何回も何回も強調されてますよね。で、私はその目の前の、やっぱりその投資家、株主と、本当にこう、1円でも多く稼がなければいけない、儲けなければいけない、もちろん株式会社ですから、そういう使命があるってことは分かってます。分かってますけれども、本当に悩んだ時に、そのユーグレナで人と地球を健康にしたいと思ってスタートした会社なわけですから、その本来の目的をやっぱり達成したい、その夢を叶えるために作った会社なわけです。ですから、その長期の仕事のために、その自分の時間と会社のリソースを使わせてほしいっていうことを、やっぱり丁寧に説明するようになりました。で、今までは、一番この本を読むまで大きかったのはですね、もうとにかくもう100人いたら、その100人の人に、緑虫の良さをもう納得してもらうまで、本当にもう私がそのストーカーみたいにですね、もうしつこくしつこく、もう緑虫ね、こんないいところなんですよ。あんないいんですよ。もう緑虫ね、もうこんな、だから、もう忙しくて、もう緑虫の話なんか聞きたくないっていう人も、いるわけですよ。いるんですけれども、もうとにかくもう全員にその緑虫もう押し売りして、そのみんなに好きになってほしいっていう気持ちが、強すぎましたよね。そういう、自分の、その考えを、押し付けて、他の人の、他人の、他者の課題に、私が、緑虫で、土足で、上がり込むんじゃなくて、緑虫が、必要だって人も、一方でいるわけですから、そういう人のために、できることを、貢献するのに、全力を、投じればいいんだと。で、まだ、緑虫が、よくわからないとか、自分と関係ないとか、嫌いだっていう人に、まさに嫌われる勇気、全員に好かれる必要もないし、それはやっぱり自分の緑虫が好きだっていうことと、緑虫だったら絶対大丈夫だっていう、思いが強すぎて、その自分が苦しんでたっていうのを、この本を読んだ時に感じて、それを察して、
さっきその霧が晴れたようだって申し上げました。本をそもそも出したきっかけといいますか、その根本的な動機は、この世界を変えたいっていうことなんですね。でも世界を変えるって言ったって、世界というものが、ね、その目の前にあるわけじゃなくて、変えられるとしたら個々人ですよね。ですから本を読まれた方に何らかの影響が及び、本を読んだ人が、そうか、こんなふうに考えてみたらいいのか、こういうふうに、ね、行動してみればいいのかということに思い当たられて、身の回りから少しでも、ね、人との関わりなども含めて、いろんな対応を変えていかれることで、世界が変わることを願っていましたので、今の出雲さんの話を聞くと、僕が当初予想していたよりも、はるかに大きなインパクトをこの本がもたらしたということが分かり、非常に嬉しいですね。今、その先生がこう、本を出したこうインパクトっておっしゃってくださいました。で、私は、そのコロナで、ますますこの、嫌われる勇気を、みんなが、読んで、で、そのベストセラー、ずっと、1位で、で、その緊急事態宣言の時も、ずっとその、売り上げが、上がってたじゃないですか。で、これ本当に、僕は理由が、はっきりあると思うんですね。で、それは、僕はその、自分だけじゃなくて、今、いろんな人が、その、課題の分離っていう、この、アドラーの、その、岸見先生の、考え方を、その、知るだけで、助かる人、救われる人が、今、日本に、その、本当に、大勢いると思うんですよ。で、僕もですね、その課題の分離っていう、その考え方、そのアプローチをその知らなかったとしたら、いや、本当にね、もう緊急事態宣言で、家にその閉じこもってて、乗り越えられなかったと思います。それぐらい、その、家族と、その家に、どうなるかわからない、その不安の日々の中、そのずっといるときに、他の、その、家族に、その土足で、踏み込まれて、すごくその、嫌な思いをしたり、そのコロナ離婚なんて、言葉もありますけれども、今までずっと、その一緒にいて、その好きだった人が、その痛くないって決めると、同じ、その人、同じ性格、同じ暮らしをしてるのに、その嫌なところばっかり、見つけてしまって、関係が悪くなったり、そのストレスを抱えたりするようになる。だから今、この課題の分離っていう、その考え方、そのアプローチが、コロナで、本当にその、必要としてる人がその増えた。だから、読んだことがある人が、苦しんでるその友達に、家族に、この、嫌われる勇気ね、読んだ方がいいよって、勧めて、それで、救われた、その助かった、すごくインパクトがあったって思う人が多いから、ずっとその、コロナの間も、そのベストセラーが続いてると、僕は思うんですけれども、先生いかがですか？課題の分離だけがアドラー心理学の、すべてではもちろんないですけども、例えばカウンセリングにやってこられた人と話をするときに、これは一体誰の課題でしょうかという話をします。そうすると多分ね、8割か9割ぐらい、もうそれで問題が解決すると言っても過言ではない。だから人の課題を引き受けすぎてって言いますね。実は引き受けられないのに人の課題を、ね、引き受けてしまって苦しんでる人に、それはあなたの課題ではない、ね。あなたがどうこうすることではないということを理解してもらうだけで、随分こう見晴らしが良くなります。霧の中に深く閉ざされていた状態の人が、ね、少しこうね、外から光が差し込んできた感じになるというのが、あの世界最高ですね。ですから、本当にシンプルなところから始めていくことができるのがアドラー心理学の特徴です。で、課題の分離は最終の目標ではなくて、最終的にはその人と人が協力していかないといけない。特に今、コロナ禍の中にあって、自分ができることとできないことをまず見極める。
で、その上で皆がそれぞれができることをしていくという形で協力して生きていかないといけない。協力するためには、まず、ね、誰の課題かということをはっきりさせなければ、協力することができないです。まあ、これはコロナ禍における大きな、ね、社会的な問題に限らず、今、泉さんも言われましたけど、家庭内でもそうですよね。これは私の課題、これはあなたの課題というふうに、まず、錯綜した、もつれてしまった糸を、一つ一つ、ほぐしていくという作業をまずした上で、協力していくということができる。なんかね、可能性があった時に、まだね、その問題と感じてる人と会ってなくても、今日家に帰ったら、なんとかなりそうだという予感を持って帰っていただけるということが、まず可能性の最初の狙いで、実際に、シンプルなことですけど、実践すると、まあ、立ちどころにではないかもしれませんけども、関係が明らかに前とは違ってきていることに気づかれる。で、その手応えが、アドラー心理学の、ね、その、なんですかね、長所といいますか、そこに大きな特徴があると思います。で、キラーループというのは、アドラー心理学思想のエッセンスを凝縮して、した。ですけど、本を読んだ時もカウンセリング受けた時のように、それまで全く考えていなかったことがそこに書かれていて、しかもそれは、まあ、これは後でもすごい話になるかもしれませんが、実践が時にそんなに簡単でないと思われることがあるとしても、少しでもできるところを実践していくと生活が変わったと実感を強く持たれる人が、先ほど飯島さんが言われたように、他の人にも勧めてくださる。そんな形で、小さなところから始まった変革が、やがて世界にまで広がっていく、一つのきっかけになる、というふうに考えています。だから、まずできることは、こう、自分の身の回りの対人関係を見直すということ。でそこから、ね、このコロナ禍で大変な時代になっていますけど、この世界をどう変革していくかというところまで考えを応援ボックスしていく、一つのきっかけに平和流行になればいいなと、日頃思っています。なるほどですね。やっぱりその自分が落ち着いて、そのコロナみたいなその大きい問題のないで、前で、慌てふためいてたら、その自分が落ち着いたその気持ちでいないとアプローチできないわけじゃないですか。で、そのほとんど、その全ての悩みが、もうその人間関係から、その出発すると。で、このその人間関係を、そのしっかり、その、誰の課題なのかっていうことを、その解きほぐして、その、落ち着いた気持ちで、その大きな問題に、その、取り組んでいこうと。まあ、そういうことが、一人でも多くの人がそのできるようになった方が、早くこのコロナの問題もその克服できる。やっぱりね、みんなこうそういう直感、そういう、まさにだから、その読んだ人が、濃淡はあると思うんですよ。その濃淡はあると思うんですけれども、このアドラーが言うその共同体感覚、私も全部理解してるとは、とてもその申し上げられないですし、すごくその難しい、その高尚な、複雑なその理念だなって今でも思うんですけれども、ただ、やっぱりその、目指すべき方向がそのこっちなんだ、こっちなんじゃないかっていう気持ちを、読み終わった人が、みんな持つと思うんですよね。この方向で、その共同体感覚っていうものを、その自立した個人が、その、みんなでそのシェアするようになって、このコロナっていう問題は、その乗り越えていかなきゃいけないんじゃないかって。だから、だってこんなにその人に、親しい人に、その、まあ、私の例えば会社だったら、会社のそのメンバー、仲間にその進めるって、ないですよね。だから、やっぱなんか違うんですよね、ちょっと他の本と。で、そこが僕は、その課題の分離っていう、そのすごく、力強い、そのアプローチが、そのシンプルに、その自分がそのトライできるっていうことと、その、まあ、北極星、その輝ける、その導きの星、その目指す方向が、その、共同体感覚を、その広げて、その高い視座で、その一人一人が、普通の人として、勇気を持って、その、幸せになっていくんだっていう、
これがそのウィズコロナ、そのアフターコロナ、そのポストコロナの自分はその目指したいなって思う人がやっぱり増えてるっていう、一つのその証証左みたいなものだと、私はすごく強く感じてます。その導きの星っていうのは実は上空に輝いてるということを本の中で書いてあるのを覚えてられますか？はい。真上に輝いてる。だから遠い先に輝いてる星ではないです。ですから自分が今何ができるかということを考えて、です。全てがね、何もかもができないとしても、まずできることをすれば、その瞬間にその人は幸福になれるというのがアドラーの考え方です。ですから、ポストコロナ、アフターコロナというふうに考えなくても、今この大変な状況にあっても希望を持てる思想として僕は新しい魅力を考えていますし、今の時代であれば余計にこの本が、ね、読まれる。やることで多くの人の力になれるというふうに考えています。いや絶対なりますよ。僕ちょっとコロナ禍に関連して、もう一つ先生とその皆さんとシェアしたいことがあるんですけれども、よろしいですか？はい、コロナでそのもちろん皆さん大変だと思うんですけれども、私は一番その大変な人をその挙げろって言われたらですね、そのリーダーなんじゃないかなと思ってるんですね。やっぱりその何かその組織のリーダー、もしくはその家族のリーダー、会社のリーダー、国のトップ、そのリーダー、総理大臣やその大統領だと思うんですけれども、本当に大変だと思うんですよ。なぜなら今コロナでね、今私はこんなにそのかわいそうだ、こんなにその大変なんだ、こんなに辛いんだっていう話と、コロナでね、あいつは、あんなにその悪いことしてるんだ、そのひどい奴がいるんだっていう、そのかわいそうな私と、その悪いあの人の話が、今もう、100% にその近いぐらい、もうその、インターネット上でも、その、人と人のその、やりとり、そのコミュニケーションでも、で、そのリーダーにその話があるって言ったら、もうほとんど全てが、このかわいそうな私と悪いあの人で、これをそのリーダーがその全部その真面目な人ほど、っていうか僕は日本人ほどそうだと思ってるんですけれども、その家族のリーダーやその地域コミュニティのそのリーダー、学校のリーダー、会社のリーダーがその全部この話聞いてると、やっぱりこう病気になっちゃうと思うんですよね。で僕は赤本の方で青本赤本ってすいません、これは私が勝手に読んでるんですけれども、幸せになる勇気の方で、この三角柱が大事なんだと、そのかわいそうな私、悪いあの人で、この話はまあ残酷なようだけれども、その聞かなくていいんだと、そうじゃなくて、その一番大事なのがそのこれからどうするか、これからどうするかで、その困ってる人にも、その悩んでる人にも、相談してる人にも、私がその会社で、わかりましたと。で、もうかわいそうな私と、その悪いあの人の話をもう散々聞くわけですよ。で、もう散々聞いた後、最後に、じゃあこれからどうするかっていうと、これね、本当にそのみんなの、そのみんながその変わったんですよ。その会社のメンバーが。だから僕はこれを、家でもそのやってほしいなと思いましたし、その学校でもやってほしいなと思いましたし、で、今本当にその、日本の真面目なリーダーほど、もう押しつぶされそうなぐらい、この二つの話、で、もうこのままだったらそのぺしゃんこになっちゃうと。だから、この幸せになる勇気もその含めて、その大事さが、そのコロナで、増してるんじゃないかなって、これはもうちょっと確信に近い、自分のその、体験談、ちょっと、シェアさせていただいたんですけれども、先生はどうお考えになりますか？これからどうするかということをみんなでシェアして、みんなで考えるときに大事なことは、そのリーダーが不完全である勇気を持つということ。
新型ウイル、コロナウイルスですから、コロナウイルスは未知のウイルスなので、これからどうなっていくかわからないです。で、真冬に一体コロナウイルスがどんなふうに感染していくかということを人類はまだ未体験なんですよね。でもそういうものと対処するときに、リーダーだからといって何でも知ってるわけじゃないということを認めないといけないし、それをね、会社であれば部下、ね、家族であればこの子供たちに、はっきりと表明していいと思うんだから、私もわからないしね。で、何がわからないけれど、何が起こるかわからないけども、でもみんなが協力し、ね、これからどうするかということを一緒に考えていきたいというふうに態度表明をしていかないといけないので、そのリーダーが自分のことしか考えないんで、自分がこのコロナ禍をいかに乗り切っていくかということばかり考える。で、それは、言葉を変えると、自分にしか関心がないリーダーですね。自分がいかに優れたリーダーであるかということを誇示する人は、これからの世の中にいらないです。でそうじゃなくって、まあ、先ほどビジネスも言ってられますけどね、人や地球のことを考えられるリーダーであれば、自分がどう思われるかではなくって、この地球がいかにすれば、ね、救われるかということを考えられるリーダーになってほしい。だからそのために失敗することもあるんです。ね、でも、ね、でもじゃなくて自分がこう、ね、正しいと思って打ち出した方針が間違ってるかもしれないし、はい、でその時に自分がリーダーとして劣ってるというふうに思われることを恐れないで、私の最初出した方針が間違いだった。ね、だから方針を撤回して、今度はこういうふうにやっていきたいと思うけれども、皆さんどう思われますかっていうことが素直に言えるようなリーダーだけがこれからは生き残ると思いますし、そのようなリーダーが増えなければ今の危機を乗り切っていくことはできないというふうに考えています。ですからもうね、私はかわいそう、ね、あの人は悪いという話はやめましょうよということをね、はい、まあ、いろんな意味で、ね、リーダーの立場に立っている人には強調したいと思っています。いや、このその2冊の本のその世に出てきたその意義で、これだけ多くの人が読んでるってことは、私はもうすでに、この本はその古典、と呼ぶにふさわしいものだと確信しております。で、これだけその多くの人がその読んでるっていうのは素晴らしいことなんですけれども、ちょっと私しつこいんですが、これ読んでる人もそのいろんな立場で、これ見てる人もそのリーダーをそのやるべきタイミングっていうのがあるじゃないですか。で、そのリーダーシップっていうものを僕はその今本当にそのアップデートしないと結構苦しいなと思ってるんですね。で、今までのその高度経済成長時代のそのリーダーシップはまさに褒めるのをやめようで、岸見先生がその最新刊で一番最初に書かれてますけれども、そのカリスマがその自分がそのすごいんだっていうものをその誇示するリーダーに、みんながこう、まあ、ゾロゾロくっついていって、世の中の問題ほとんどその、まあ、解決してきたじゃないですか。で、これ日本だけじゃなくて世界中そうじゃないですか。でも今その今起こってるコロナの問題も、あと僕はその気候変動、地球温暖化対策っていうものも今までのアプローチではその絶対解決できない、この自立した個人が、その共同体感覚っていうものをその大事にして、その克服できるのが、このコロナと、その気候変動、その地球温暖化問題、この二つを乗り越えるためには、その今までのリーダーシップじゃもうダメなんですよね。じゃあ、そのどうしたらいいのかっていう時に、その、なかなか、その、目指すべき方向が、そのなかったんですけれども、いや、この本に、書かれてる。で、これが正解かどうかは、わからないですよ。わからないですけれども、でも、この方向に向かって、この方角に向かって、その、頑張ろうって、やっぱりリーダーが、思えるから、その、他の、その、まだリーダーシップがアップデートされてない人にね、これ読んだ方がいいよって、僕は、いつもその、そういうつもりで、紹介してるんですね。なので、その、ちょっと、先生に今日、お時間いただいてるので、お聞きしたかったのが、このリーダーシップ、僕はその今までのその日本、そしてそのリーマンショックと東日本大震災と、そして今回のコロナでいよいよそのリーダー
っていう人のその役割とか、そのリーダーシップっていうものをもう、本当にその、変えていかないと思ってるんですけれども、この本のその意義と、その、リーダー像、そのリーダーシップについては今、どんなふうにお考えなんですか？アドラーが書いてる本を実際に読んでみると、アドラー自身も迷っていると思える箇所が多々ある。で、ファシズムがこう台頭してきた危機の時代に書かれた本の中にこんなこと言ってるんですね。アドラーはその行き過ぎでなければこの危機の時代を乗り切るためには横柄なリーダーも必要だということを言ってる。僕はそれをすごく読んで驚いたんですけど、そのリーダーが上に立って部下が下に立つというそういう構造をこの危機の時代にある程度認めないといけないということをアドラーが言ってます。で、僕は端的に言ってそれは間違いだと思います。危機の時代であろうと、アドラーの言葉を使うと平穏な時代であろうと、リーダーが上であるという考えは間違っているということに、まずリーダーが気づかないといけないと思う、ね。ですから、これも嫌われる気でも幸せになる気でも共通していることですけど、リーダーは上に立っているわけではなく、ただ役割が違うだけである。役割は違うのみならず、責任も大きいですね。ですから、リーダーと部下がもちろん同じわけではないですけど、ただ役割が違う、ね、しかも違うことに加えて責任もあるわけですけど、別に偉くなったわけではないという、ね、はい、その意識の変化が今後、これまでの時代以上に求められることだと思いますし、コロナ禍だからといって、リーダーがあまりこう、なんかね、自分が頑張らないといけないんだというふうに思ってはいけないです。ですから先ほど来話していますけど、ね、あんまりこう強いリーダーであってはいけないし、カルスマもある必要もないし、むしろその個々人が、リズマさんの言葉を使うと自立していけるように、リーダーが援助していく役割を果たしていくというふうな大きな、ね、これまで誰も経験したことないことかもしれないけど、意識の変革がリーダーには求められる。いや、僕本当にいつも先生謙虚におっしゃいますけど、これだけ何百万っていう人がその読むっていうのはもう尋常じゃないわけですよ。ですから本当にそのこの方向に向かって、そのリーダーシップをそのアップデートしようっていう、その新しい時代のその仲間、そのリーダーっていうものは、僕はその、すごくその増えてるし、育ちつつあるんじゃないかって、そこは、すごく、楽観的に思ってるんですね。で、今ちょっとリーダーの話させてもらってたんですけれども、もう一つが、その、メンバー、その、横の関係を築き上げる、その大事な、その家族であり、その地域であり、まあ私の場合には、その会社の仲間とその褒めらない、褒めないで、その叱らない、こういうその横の関係をその作っていくっていうことは、次のそのリーダー像をこうまあ示していく、その自分の中でその作り上げていくときに大事だなと思ってるんですけれども、もう一つがその社会のその一員、その一人のその個人として、のその立場でちょっと次、考えたいんですが、そのコロナっていうものをその、見たときに、これ読ん、その嫌われる勇気、その読んでる人と読んでない人で、一番その受け止めが変わるのが、僕はその見かけの、見かけの因果率、これも本当に僕はこれ2014年に読んでて、その、助かったな、良かったなって思ったんですね。で、それが何かと言いますと、僕はその、2011年のその東日本大震災の後に、その被災地、何回も行って、で、会社のみんなと一緒に、ボランティア活動をさせてもらいました。で、その時に、その、震災があった、けれども、その、本当にその、自分たちでその、もう一回、やる気を出して、頑張ろうっていう人と、もう、自分たちはね、こんなにその嫌なことがあったんだから、もう、全然、やる気も、元気も出ないと。それで、その、なし崩し的に、
その自分のその生活を頑張ってその再建しようということがそのできない人と、もう両方いるのが、両方いらっしゃるのが、もう本当に不思議で、本当にわからなかったんですね。で、そのコロナでも、その東日本大震災と、その全く同じことが起こってるんですよ。その、もうコロナだからもうダメだっていう人もその大勢いるんですけれども、そのコロナだから、その頑張らなきゃいけない。そのやれることはその何なんだろうっていうことを考えてる、頑張ってる人たちもいるじゃないですか。だからそういう、その前向きに行動できる人はもう、この見かけの因果律にその縛られてない、その、目的論で、その自分の人生をその設計できる人じゃないですか。で、そういう人からすると、まあ、今回のその困難も乗り越えていけると思うんですけれども、もうコロナだからもう自分はもうダメだって、もう自分でそういうふうにその原因に縛られちゃうと、その本当になかなかその良くならないじゃないですか。で、これがもう本当に僕はもう悔しいし、もどかしいし、その、悲しいので、その広く、その、個人個人、そのメンバーにも、その読んでもらう、その、非常にその価値がある一つが、この見かけの因果律に縛られない、その自分をその信じて、やっていこうよ、そのやっていけるっていうのを、そのみんなとその共有したくて、この本、もういろんな人に、めちゃくちゃ進めてるんですけど、こういう、その、その、どうやってその、広がっていったらいいのか、わかりました。まず自分が変わるしかないです。ですから、原因論的な思考に縛られてる人の方が圧倒的に多いと思います。自分は、ね、こういう出来事に遭遇したから不幸である。ごく自然の思考だと思いますけど、でもそういう人たちに何とか今の状況を出してほしいと願う人が他方いてもおかしくないし、ね、キラウリュキを読み、ね、どういう方向に向かっていけばいいか、ね、自分がただこう犠牲者、被害者ではなくって、この状況の中で何ができるかを考えていけるようになるということが我々が目指すべき方向だということに、一歩気づいている人がいます。で、その両者の間に分断があってはいけないと。つまり我々はたまたま早く嫌われ勇気を読んだので、目指すべき方向性が少し分かっているだけであって、かつて、と言いますそんな遠い昔じゃないんですけど、全然自分もよく分からないままに自分は不幸だと思っていただけであって、そういう意味では自分が優れているわけではないですよね。ですからそういう考え方に縛られている人にあなたの考え方は間違っているんだこの本を読みたまえっていうようなやり方をするのは、ね、今日最初に言われましたけどこれは課題の分離の原則に反しているわけです、ね、ですからもちろん本を読んでほしいと思いますしもっとたくさんの人に読まれることでこの世界が急速に変わりうる大きなきっかけになると思いますけどまず私が、ね、そのアドラのその原因論的ではなく目的論的な思考に乗っ取ってと言いますかね、そういう考えをもとに何ができるかということを考えていき始めることで、個々人が、ね、自分が幸せになる。それを他の人が見たときに、どうして人はこの苦しい時代にあって、あんなふうに幸せに生きているのかというふうに思った人が、何かね、最近、ありましたかって取ってこられた時に、うんうんはい、こっそりとって言いますかね、ささやかにと言いますか、嫌われる気を見せていただく。そんな感じで、新しい思想が伝播していくというのが理想だと思いますので、その、ね、見取り娘のこと言ってるわけじゃないんですけど、これがいいよって、ね、強行に進めてしまうと、かえって反発するような気はします。ですからまず一人が変わる。まず一人、自分が変わるということは大事です。おっしゃる通り。その自分が変わる。でも私は、うん、本当にもう、これはね、確かにその先生のおっしゃる通り、うん、ちょっとね、その余計なおせっかいで、その叱らない、褒めないっていう、その範疇を、うん、のりをね、
ちょっと超えちゃってるっていう、その自覚もあるんですよ。あるんですけれども、ただね、もうこれがもうあまりにそのパワフルで、で、そのあまりに、その自分にとって、本当にその、こういうその天変地異とか、その自然災害とか、こういったものをその乗り越えるときに、もう支えとして、すごくそのパワフルだったので、いや、僕みたいに、ちょっとね、ちょっとこう、ちょっとおせっかいすぎるなって、わかってるんですけれども、もう止められない自分もいるんですよね。もうこれでね、本当にその課題をその分離するっていうことと、原因論に、そのトラウマに、そんなものをその作り上げて、縛られないと、こんなにその、ワクワクできる、その楽しい、ということは、ちょっとしつこいですけど、おせっかいだけれども、僕は、ちょっとやんなきゃいけないんじゃないかな、と、思ってるんです。で、なぜかっていうとですね、これちょっと一個、理由があるんです。日本は、とにかく、ベンチャーとか、起業家とか、イノベーターとか、新しいことに、チャレンジする人が、少ない。これはもう、あらゆるその統計でも明らかですし、スイスのそのビジネススクール、その IMD が、毎年発表しているその世界競争力ランキングというものがあるんですけれども、日本は、この起業家精神、アントレプレナーシップマインドとデジタル対応、このデジタルトランスフォーメーションが、63位なんですね。63位っていうのは、何なのかなと思って見てみると、このスイスの IMD がその調査している国の数が全部で63カ国なので、63位ってことは、その日本が、ビリっていうことなんですけれども、このそのデジタルと、そのアントレプレナーシップマインドっていうものが、日本がその世界で、一番ビリなんです。ということは、これちょっと少し、話が飛躍してるかもわかりません。ですけれども、その、見かけの因果率、その自分は、そのお金がないから、自分にはそんなアイデアがないから、そのベンチャーなんて、そのできないよって思ってる人がすごく多い。で、自分は、その、ミドリムシだから、ダメだとか、ミドリムシだから、地球が、良くなるなんて、そのできないって、まあ、そんなこと思ったことないんですよ。もうすごく、能天気なんですけれども、でもそういう、こう、能天気の人の方が、なんか嫌なことがあっても、その原因論に、そのトラウマに、引きずられない、そのいつまでもそのぐじぐじ言ってても仕方ないじゃんってこう、能天気になっちゃうんですけど、そういう人がすごく、日本人って世界的にも、統計的にも、やっぱりちょっと少ない、慎重でその真面目な人が多いので、僕は、少しこう、スピードアップしてね、その加速して、アメリカとかはいいんですけれども、日本ではこの嫌われる勇気は、ちょっとおせっかいなぐらいじゃないと、日本が一番遅れてるから、間に合わないんじゃないかなって、思ってるので、これ、絶対ね、コロナの今は、家でね、その時間があるんだから、読んだ方がいいよっていうのを、やってます。はい。なんでそんなおせっかいなんだっていうの、ちょっと。今の話にすぐ繋がるかわからないんですけど、はい。あまり、こう、今の社会ってね、競争が当たり前になってますよね。競争するということが。ね、で、仕事である以上競争していく必要は当然ありますけども、日本だけではなくて世界的な問題だと思うんですけど、何が問題かというと、競争に負けた時にどうするかということを誰も教えてこなかったんです。はい。ですよね。ですから、競争する必要があるということを、一方で分かっている人でも、競争に負けて、ね、ダメになってしまった時にどうするかということを考えた時に、あえて新しいことに挑戦する人があまりいないっていうのが現状かと思う。ね、ですから失敗してもいいですけれども、ね、その失敗したかといってもそれが致命的なものであるわけではないということがもっと当たり前になってくると、若い人もチャレンジする世界になってくると思います。で、日本がそういう意味で、最下位であるということはね、変えていかないといけないんですけど、まずそういうね、心持ちを変えていくことは、
しておかないといけないです。だから目をもうちょっと奥に向ける必要もありますけど、なぜ我々がこんなに競争にとらわれるかというと、褒めて育てるんですよ。はい。ね、あの家庭でもそうですよね。で、叱るんですね。そういうことをまず周りからやめてみる。ことを始めることが少しこうね、回り道に思えるかもしれませんけど、水間さんが目指されるような理想に近づくための一つのステップになるというふうに思っています。なるほど。今コロナ禍でいろんな問題が起こっていますけども、多分ね、もともとあった問題が顕在化しているだけなんです。はい。これは地震の時もそうです、震災の時もそうだったと思います。これまでも問題はなかったわけじゃないんですけど、コロナ禍のことがきっかけになって、これは原因じゃないですね。きっかけになって、これまであまり見えなかった問題が顕在化している。だから顕在化しているので、余計にどこにアプローチすれば、この問題を解決していくかということが見えやすくなっているというふうに思います。ですから、こんな震災だとかコロナ禍というのは、ね、人知を超えてますので、人間にはどうすることもできない側面を持っています。でも、ね、こういうことに何、どうしてなってしまったかということ、いくら投げても仕方がないので、はい、ね、先ほど泉さん言われますよ、これからどうするか。これからどうするか。ということを考えないといけないんですけど、その時にね、逆に、これまで顕在化していなかった良いところも見えてきてるはずなんです。でそれは何かというと、人と人が実はつながっているという意識。これをアドラーは共同体感覚という言葉で表しています。ですから、こういう危機的な状況の中で、皆が、ね、この悲しみ苦しみに押し潰されないで、何ができるかということを考えて、協力していける人たちだということに気づくんですね。自分もその一員として、この危機を乗り切っていくために協力できる人間だということに気づいたときに、アドラーが言うところの共同体感覚に芽生える、ね、目覚めるということ、ね、そういう意味だというふうに僕は考えています、ね。で、そういう意味ではね、人と人とのつながりが、その決してその上から押し付けられるものであってはいけないんですね。まあ、バイデンさんも言ってますけど、ね、いきなり、分断ではなくて統一っていうようなことを言うのが果たしていいのかどうかわからないです。で、キャンペーンとしていいんじゃなくて、本当にこう、いわば下からね、みんなが、ね、協力して生きていかないといけない。ね、そういうふうに生きていけるんだ。人と人は、ね、決して、孤立してるんじゃなくて、つながっているのだという意識が自然にではないですけど、自分たちのグループで、身につけられる感覚。であればいいと思ってますし、それがアドラーが、ね、1930年代に何度も言ってきた共同体感覚的だと、これまでなんです。なるほど。それは今回のことでいろんなはっきりと見えてきているという実感も非常にあります。やっぱりそういうことをその先生も京都でお感じになられてるわけですか。なるほど。その前半におっしゃってた、そのコロナがその原因でその何か新しい問題ができたわけじゃないと。もう本当に、その通りだと思うんですね。で、僕はその競争社会の抱えている課題、その競争でその解決できないものが、まあ今までそのずっとこう溜まってた。で、それすら、その競争で、こう、負けた人も、またもう一回その競争して、で、またもう一回、何回もその競争すれば、一回ぐらい勝てるんじゃないかっていう、かなりその強引な、ロジック、その一つしかなくて、それでそのずっとその競争を、今まで推し進めてきたと思うんですよね。で、その延長線上に、その、コロナをその克服するっていうことと、あとその地球温暖化、その気候変動の問題をその解決するっていうのは、その競争してその勝ち続けたら、じゃあコロナがなくなるかって言ったらそんなことないですよね。その競争してその勝ち続けたら、その地球温暖化問題が解決するかって言ったら、そうじゃないじゃないかっていう、そういうこう課題、問題を、その問題意識をそのみんなが、そのシェア、せざるを得なかったっていうのが、その、今だと思うんです。で、これがその気候変動問題だけだと、なんとなくその、共同体感覚
その地球のことをその想像できる人もいるんですけれども、ただ日常を本当に忙しく暮らしていて、地球温暖化とか気候変動とか、じゃあ平均気温が2度以上上昇したら良くないから、私はエアコン暖房使いませんとか、まあそういう人ってやっぱり当たり前ですけど少ないじゃないですか。でもそのコロナで私は先生がさっきいいところもあるっておっしゃったのが、その共同体、この地球っていうその普段なかなかその想像しないところまで広げて、その一員なんだっていう感覚の方が、その競争で克服するんじゃなくて、このアドラーのアプローチで、その取り組んでいかないとそのいけないんじゃないかっていうことが、なんかすごくそのインスピレーション、その感覚の話なんですけれども、その共感、共有できてるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。今ここを生きるという話を再三再四本の中でも強調していますので、はいはい、アドラー心理学はかなりこう切断主義的であると思う人が多いです。でもそうじゃないですね。出雲さんは分かっておられると思うんですけど、アドラーの言う共同体というのは本当に地球、ね、惑星全体まで広がる規模のものですんですが、決してその自国さえ受ければいい、ね。もっと狭く言うと、我が社だけでいい。我が社だけが勝てばいいというようなことはアドラーは言っていませんし、過去の、ね、現在の、さらには未来の人類まで視野に収めているわけです。でそういう意味ではね、地球温暖化などというのは気が遠くなるようなスケールの話ですけども、我々も、ね、これからの人類に責任がありますから、そういうことを視野に収めている思想であるということは、ぜひ強調していきたいといつも考えています。ありがとうございます。今のご質問は、まあ、その会社の規模の話だと思うんですよ。で、確かにそのスタートした時には、売上ゼロで、まあ、3人で、2005年に始めた会社が、今、本当にその20万人以上の人に毎日緑道使っていただいて、売上も100億円超えて、会社の仲間も400人になって、規模は大きくなりました。ただ、3人でやってた時と、その400人でやってた時で、まあもちろんその人間関係で大変だなって思う、その課題は増えたんですけれども、その、まあ私の理解では、その共同体感覚、その共同体っていう言葉は、もうちょっとその、人数がその3人から400人になるからその共同体が大きくなるって話ではなくて、その自分のその属しているものよりも、そのもっと大きいその単位、その地域社会とか、国とか、まあ私の場合には、日本だけじゃなくて、そのグローバルにお仕事させてもらってます。ですから、日本だけじゃなくて、その世界が良くなるようにっていう、まあそういうこうテーマに、その会社でその400人みんなでその取り組んでいこうっていう、その気持ちをその強くするときには共同体をその広げてこれてるなっていうその実感はありますけれども、まあその会社の人数がね、まあその3人からその300人400人ってこう100倍大きくなったから共同体がその100倍大きくなりましたって、まあアドラーの言う、その共同体感覚と、今のその規模っていうのは、ちょっと違う、ふうに、その、まあ私はその切り離して、理解しております。会社の特に、新入仲間はですね、その新人、その新しく、入ってくる、特にその若い世代は、渡してないです。なぜならね、読んできてるからなんですよ。こういうのを、その読んでる、そして、なんかちょっとでも、なんかその共同体感覚みたいな、そういうものにその貢献をして、そういうところにその貢献をすることによって、その自分は、その幸せになりたいって思っている、そういう仲間が、その来るんですよ。
だってそうじゃないとね、その、こんな緑虫会社なんて、そんな大して給料も良くないですし、その、本当に、始まったばっかりのベンチャー企業ですから、その競争社会の中で、高いそのお給料をもらおうと思ったら、ユーグレナなんて、緑虫なんて、絶対、選択肢に入らないですよね。なので、私ね、その、買って、用意してあるんですよ、会社に。あるんですけれども、もう、何言ってんだと。もっとね、その、もう自分はもう分かってるから、いろんなその仲間にね、で、今、私どもは、その、バングラデシュの、ロヒンギャのその難民キャンプでも、バングラデシュのそのスラム街のその子供たちにも、給食を、その10万人の、子供たちに、届けるっていう、目標を掲げてですね、で、これちょっと高すぎる目標なんじゃないかなって、自分でも思いますよ。で、今、やっと1万人に到達したんです。でも、その来る仲間は、みんな、そういうところにその、自分がその関与したい、そういうその働き方をしたい、そういう仲間ばっかりなので、その、会社で、実は、渡したことがなくてですね、お客様とか、その取引先様とかに、お渡しするので、使ってます。会社には本当に買ってあるんですよ。秘書に、確認したら、ちゃんとありますって、こう、言ってくれるんですけれども、言ってもらえると思いますけれども、社内で、配るっていうことは、まあ、本当にありがたいことに、やってないですね。だから、リーダーたちにとっては脅威でもありますよね。だから、もともと、が最初から読んでますから、例えば、叱らない、褒めないというシンプルなことを捉えても、この上司は叱ってるじゃないか、あれは劣等感の裏返しなんぞというようなことをですね、若い人たちは知ってますから、そういう、アップデートできないリーダーたちにとっては脅威の本だろうと思います。だからその分、リーダーたちからの抵抗も多いというのも事実ですね。なかなか受け入れてもらえないことも多いです。先駆的なリーダーは、でも、出雲さんのように、心よくって言いますか、本当に素直に受け入れてもらいますけども、随分、ね、抵抗されるリーダーたちにも、これまで会ってきました。なるほど。いや、でも今、本当にその、社会の変化の方が早いので、リーダーシップもアップデートをすべきだっていうことを、まさにその叱るんじゃなくて、その今までその活躍してきた、その先輩たちのその世代のそのリーダーにも、しっかりコミュニケーションしたら、全員分かってくれますよ。これはもう読めと。で、読んだらボーナス払うから、で、その、感想文提出したら、その5000円とかね。そういう、その、懲罰、報奨で、その人をそのコントロールする時代じゃないっていうことを、その、みんなが、で、その会社ではその人事も、分かってると、そのコロナでも、すごくスムースにいきますし、だって僕だって、コロナになるなんて、全く分からなかったわけですから、じゃあコロナにどう対応していこうかっていう時に、みんな、いろんな意見を出してくれるので、そうやってこう、アップデートができると、それでその横の関係でそのいいそのコミュニティができると、すごくその楽しいですし、逆にそうじゃないと、本当に、まあ、抵抗するのもいいんですけれども、僕はこれからその生き残っていけないし、何よりその優秀な若者が来なくなっちゃうんですよ。だからその変わらないっていうのは、その企業、会社という意味では、リーダーが変わらなかったら、それはもうほとんどその自殺行為に等しいんじゃないかなと思いますけどね。5月にね、入社した会社を早々に辞めてしまった若い人知ってるんです。で、なぜ辞めたのかって聞いたときに、まあ、いくつか理由があったんですけど、その一番大きな理由はね、先輩や上司を見ていても少しも幸せそうでない。で、これはね、リーダーたちがやっぱり自覚しないといけない。自分がこうやって働いてるけども、少しも幸せでないというオーラを漂わせていたら、若い人はついてこないんです。で、アップデートされてないリーダーたちは、それは若者の甘えだというかもしれませんけれども、先ほど出雲さん言ってくださっているんですよ。貢献感がなかったら仕事を続けないんですよ。貢献感があるときに自分が
ね、価値があると思え、価値があると思える人は自分が幸福だと思います。で、そういうことを身をもって体現しているリーダーがいないような職場に、若い人はきっと、とどまらないということを、ね、もっと切実な問題としてリーダーたちは自覚しておかないといけないし、自分は一体何のために働いているのかということを考えたときに、ただ、ね、競争に勝ち、ね、自社の利益を追求し、ね、利益を高めるだけが仕事ではないということに、リーダーは気がつかないといけない。で、若い人はもうとっくに気がついてるんです。おそらく、うん、嫌われ領域は哲学の書でもありますから、ね、人はなぜ生きるのか、なぜ働くのかということまで追求している本なので、そういう意味では自己啓発の本と一線を画しているという自負がありますけど、そういうことを知って若い人たちが、ね、例えば、ね、ユーグレナさんを選んでられると思いますし、他の企業もそういう企業であることを目指されるとありがたいです。一言で難しい難しい本当に難しい、すごくパワフルで、自分にとって一生困難にそのぶち当たった時の支えに、支えになる本だと確信してます。でその理由を何だってこう説明されても困るんですよ。そのいや一つ一つその見かけの因果律に縛られない人生をその自分が選べてそのありがたいっていうこともありますし、人と話すときにその課題の分離っていうことを知ってるのとその知らないので、随分そのストレス自分も苦しかったところからその楽にそのシンプルに考えられるようになった、そのいろんないろんなのがあるんですけれども、ただもう本当にその奥が深いし、その何回読んでもその面白い。でまさにその岸見先生もその共同採石場採掘場も自分のその好きなものを持ってってねって、そういうこうすごくなんかオープンなそのオープンマインドのみんながその集まる広場みたいな、ちょっと一言じゃないんですけれども、私にとってはそういう本、何かあった時に大事なものを探しに行ける、そういう原点だと理解をしております。ありがとうございました。